やっと追い詰めたでガス。ここでやったが100年目。覚悟するでガスよ、ドルマリス。もう逃がさねえぞ。てめえは袋のネズミ同然だぜ。兄さんの仇、絶対にここでケリをつけてみせる。おやおや、こんなところまで追ってくる者がいようと。確か、あなた方は以前、マイエラ修道院で出会った、トロデオの従者たちでしたね。なるほど、この私を倒し、主の呪いを解こうというわけですか。見上げた忠誠心だ。しかし、今の私には迷惑極まりない。身に余る魔力に体が耐えきれなくなったので、ここで殺して癒していたというの。これも絶大なる力を手に入れた代償なんでしょうかね。まあいいでしょう。けれど、悲しい、悲しいな。だって、せっかくこんなところまで来たというのに、その願いも叶わぬまま。みんな、この私に殺されてしまうのですから。Thank you.
チ。やりますね。あなた方がここまで戦えるとはちょっと意外でしたよ。もし私が体を癒している最中でなければもう少し楽に殺して差し上げたのに。仕方ありませんね。さあもう終わりにしましょう。悲しい悲しいなあ。あなたたちともこれでお別れかと思うと悲しくって仕方がありません。これでも食らえ。未来永劫茨の中でもだえ苦しむがいい。なぜだ、なぜ聞かない。お前は一体。面倒だが、どうやら全力を出さねばならないようだな。この虫けらどもめ、二度とうろつろできないよう、バラバラに引き裂いてくれるわ。
にはまだ足りぬ。こんなところで朽ち果てるわけには。を打てたわけだし、晴れて自由の身ってことかな。ゼシカも嬉しいだろう。どうだ、兄の仇を打った感想は。お、なんだ、どうしたんだ、浮かない顔して。あいつを倒したところで兄さんは生き返らないのよ。所詮仇討ちなんて。おーい、いやいや、おっさんでゲスよ。ついに人間の姿に戻ったでゲスな。あれれ、おっさん、呪いが解けたはずじゃ。何を言ったじゃ、お前は。冗談は顔だけにしといてくれんか。冗談じゃなくて、俺たちはドルマゲスを倒したんだ。奴が死ねば、あんたや姫様の呪いも解けるって。やつを倒しただと？バカな。ならばなぜわしの呪いが解けん？なぜじゃ？なぜ呪いが解けん？元はといえば、やつめが我が城の秘宝の杖を盗み出し、それを振り回したせいで。お、そうじゃった、杖じゃ。杖はどうなった？杖って、これのことかな。おお、それじゃ、その杖じゃ。おっさん、そろそろここを出るでガスよ。うん、そうじゃな。こんなところで考えておっても、拉致が開かぬわ。ここはひとまず、サザンビークへ戻るとしようかの。みんな、よくやってくれたわい。が、今後のことを考えると、頭が痛いの。まあ、今日ぐらいはゆっくり休んでくれ。わしは姫のことが気になるゆえ、馬車で過ごすとするぞい。それじゃ、また明日な。大変だかしよ、兄貴。ゼシカが、ゼシカがいねえでゲス。朝起きたらベッドはもぬけの殻で、荷物も見当たらねえんでゲスよ。